冷たいですね。あのもうダメなんです、ね、本当に。アルゴに対して。これが痛いですね。これも痛いですね。ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。こんにちは、ルナです。この間22歳になりました。ね、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はこう辛いところ、辛いところは、あのちょうど前回腰を見てもらった気がするんですけど、なんかちょっとここ1週間ぐらいでまたなんか腰、左腰なんですけど、はい、が違和感だなって思って、はいはい、あ、本当ですか？なんかあのすっごい辛いってわけではないんですけど、はいはいはい、気になるなって思ったので、はい、あのそこをちょっと見ていただきたいなっていうのが一つ、はいはい、と、あと、はい、顔私歪んでませんなんか、はい、顔が自分で歪んでる気がして、いつもここ終わったら綺麗に戻るので、はいはいはい、今日もきっと終わった頃には綺麗になってると思うんですけど、はい、お鼻が左側の方がちょっと細くなって、鼻がちょっと左右差あるのと、ちょっと斜めになってるというか、本当ですか、そうが思います、はい、そうですね、前回終わって何か変化とか前回終わって、はい、私こんなに疲れてたんだと思ってはい、はい、自分がお尻のコリがあるってことに気づかなかったので、1週間半くらい前にすっごい疲れた日に、お母さん腰じゃなくてお尻マッサージしてって言ったことがあったっていうので、ね、意外と気づかなかった疲れに気づけたのは良かったなって思いました、うんうん、そうですね、あの相手もね多分ここやってって言われた方がやりやすかったりはありますもん ね、 ね、お尻って疲れるんだって本当に確かに、ね、思いましたじゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあうつ伏せに寝てください。はい、よいしょ。ごめんなさい、うん、全然全然あ、でも前回より背中は柔らかい。あ、本当ですか、うん、なんか前回左足がすごかったんですよね、うんうんうん、硬かったんですよね、うん、ではふくらはぎでは、うんうんうん、そんなに大きな差がないように差はない、わすごいとか感じますね、ここではですけどね、今の段階では、うんうん、押されてて違います。違います。なんか、左の方がちょっと、はい、くすぐったい感じでした。本当ですか、うん、でもじゃあくすぐったいってことは良くないですね。あ、本当ですか、うん、いいですかね。時間にちょっと失礼していいですか。はい、あ、冷たいですね。あのもうダメなんです、ね。本当に。ああ、おっしゃってましたね。いつも私寒い寒い言ってるじゃないですか。本当に。うん。そうですね。ちょっと両足ひんやりしてしまってますね、うん。なるべく温めるように気をつけてはいるんですけど。はい。今の時期微妙な時期だし気温が。うん。ね、寒いです。そうですね。はい、ちょっと、まあ、今すぐじゃないですけど、うん、ちょっと様子見て足オイルもやりましょうかね。はい、お願いします。そうですね、あとなんか今少し左足の方が長いように見えるんですよね。これやっぱりちょっと足合わないですね。合わない。中に持ってきた時に左足の方がやっぱちょっと長い指がこういう感じですので。本当だ。はい、違っちゃってますよね。真ん中で合わせてて、うん、そうですね。やっぱりちょっと足の長さが変わってる、骨盤ずれがあるですね、うん。骨盤ずれてますので、腰の違和感の正体はこういうところかもしれないですね。だいぶ右の方が高い位置に今、はい、ありますね。こういう感じなので。だから左足の方が少し長いようになってるんですね、うん、でも肩甲骨でもちょっと違いが
あるような感じしますね。こっちの肩甲骨の骨格が、まあ、割と背中にちゃんとあるのに対して、左側の骨格はだいぶこう体側っていうか脇の方っていうんですかね、体の横側に、右の骨格でいうとこの辺にある感じですよね。そう、私くすぐったいっていう、こっちは別にそんなくすぐったくはないですね。触られてるって言ったら気持ち悪いから。そうですよね、やっぱりまたちょっとだいぶお家の中でなのか仕事場でなのか、いや姿勢が、寝る姿勢が悪いと思います私。なるほど。背骨自体ではそんなにね、蛇行はないんですけどね。肩甲骨の位置、骨盤の位置でいうと左右差が結構出てしまってますね。でも前みたいにこんな内側に入ってるってことはないですね。ここは大丈夫。ただ高さはだいぶ違ってますね、やっぱりこっちもね。まあ、このまま右上がりって感じですかね。座骨の位置もちょっと右の方が上、左のがやや下っていう感じで違ってきてしまってますね。で、左のがふくらはぎくすぐったい感じがあるんですね。ちょっとくすぐったいです、ね、でここもくすぐったいんですよね。そうです、そこが一番気持ち悪かった。気持ち悪さが強いですね。はい、了解です。位置も違ってますね。何単純にこう上下ではなくて、ねじれというか、あの前後の差も出てしまってますね。あ、前後の差、前後、そう、こっちの方が前にある、こっちの方が奥にある、後ろにあるというか、左の骨盤のこの大天使の方がちょっとベッドより高い位置にあって、のがベッドに近い位置にある感じ。本当だ。はい、こことここなんで、はい、ちょっとね、多分カメラ越しだと分かりにくいかもしれないですけどね、感覚では分かりますよね。感覚では私は分かりました。はい、ですよね。気づかなかったけど。そうですね。普段では気づかない。触られると、確かに言われてみればみたいな感じだと思います。で、くびれが今日は右の方がまっすぐ、左の方が止まっちゃう。左の方が横に張り出しが強いですね。これ前と逆ですね。前と逆でした。そう、これちょっとまた違いが出てますね。はい、だからまた前とはちょっと違う疲れ方っていうか、そうね、なんだと思います。あのちょっとブラジャーのね、ホックだけ外させていただいて大丈夫ですか。失礼します。はい、そうですね。っていうのは結構ありましたね。じゃあね、大天使の位置の違い、骨盤の胸骨量の違い、座骨の違い、足の長短の違い、肩甲骨のいっぱいだいっぱい出てきましたね。びっくりないですって言われるつもりだったので、でもお顔もね、自分で見て違うって分かるぐらい差が出てるってことはね、体からも出てくると思います、うん、左が、左痛い、この辺とか痛いってことですかね。右よりも左か、ここら辺が痛いですね。これ痛いですね。右も、でも右もそんなにか。そうですね。左のこれが痛いですね。はい。首硬いですね。首いつも硬いですね。まあね、みんな首はね、凝る場所ですね。これが痛いですね。これも痛いですね。どっちも痛いですね。どっちも痛いです。どっちも同じくらい痛いです。そうですね。これは
同じようにかなり痛いですね。両方痛いです。そうですね。うん、ちょっとこれはどっちって言えないですね。両方ともかなり硬さもあるし、範囲的にも広いですね。もう、頭蓋骨の方まであるし、下もしっかり肩もあるし、もうそのままね、この奥とかも痛いですね。うん、足って言えば口の方が痛かったなっていうことですよね。うん、なるほどですね。でも多分左の方はね、良くないんですよね。どっちかというとその、まあ、ここにもありましたし、くすぐったいって感じが出てるのがね、左側なんで。寝るとき、はい、いつも左が下です。絶対左が下です。なるほど、関係あるのかなと思ったりもしたんですけど、うん、します、します、はい、あのだからだと思います。あの左が下になってるってことは、うん、左肩がこう前に潰れてずれるじゃないですか、うんうん、横に寝たときにね、うん、その肩が前に入ってしまうっていうことは肩甲骨が外に開くということなので、こういうふうに持っていかれる形ですので、こうはならないですからね、うんうん、だから結果的にの、まあ、脇の方に寄ってしまっている状態になっていて、まあ、この辺がね、触られるとくすぐったいっていうことだったと思います。まあ下になる側の方が圧迫されますからね、血流も悪くなりますし、下にある側の方が重力がそこにとどまるというか、そうですよね、はい、ですので、シンプルにそうなります。そうなんです。そっちに、まあ、老廃物とかもたまりがちなので、うんうん、滞りますよね。そうなんですね、っていうことはあると思います。こうやってやってってもその、まあ、これも結構グッとくるのがあると思うんですけど、こっちの方があるんじゃないかなと思います。悪い側といい側だったら、変則いい側の方からやった方がいいっていうのがあるので、右側をやっていきます。はい。結構そうですね、ふくらはぎのむくみっていうか、腫れて硬い感じにありますもんね。むくみやすいですもんね、うん、そうなんですよね。はい、で寒くなったからね、余計ね、痛さ大丈夫ですか？大丈夫って言って、はい、辛かったら言ってくださいね、はい、足痛いですよね。前もこの辺がね、あ、もう痛いです。はい、早い。いやいや、ここ左より右の方が痛そう。あ、でも左も痛いね。両方痛い、痛いですね。
ですね、結構ね。硬いですか？硬い。これ硬いんですね。硬いですね。筋肉とか思ってたんですけど、普通に。筋肉だとしても硬いの良くないですし。あ、なるほど、なるほど。はい。そうだな。ちょっとやっぱでも、その、むくみの硬さだと思いますね。この表面の筋肉のみの感触ではなくて、ちょっとやっぱりむくんでしまっていて、腫れぼったいっていうか、ありますね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、ありがとうございました。See you!